そうですか。今日が私の誕生日だったんですね。すっかり忘れてました。気にかけてくださってありがとうございます。誕生日プレゼントですか？そうですね。先生と一緒にアイスキャンディーを食べられればそれで十分です。